出すように。同じ人間なのに、同じ人間なのにね。昨日あなたが使った足の裏、これは昨日あなたが使った右手、左手、後頭部、影、横顔、壁、足の裏、昨日あなたも使った寝相、昨日あなたが何かしらを叩いて鳴らした音、
昨日あなたが料理した時の、昨日あなたがコンビニで、昨日あなたは電車に乗りました。同じ人間なのにね、みんな好きに。見たことないものを見つめながら、そこから美しさを盗み出すのは容易なことじゃない。退屈は誰の中にあるかなんて、そんなこと考えずに見つめる。右手の袖から出たり入ったり、私の恋人、名前は夏。左手引っ込めずに右足出して、私の冬。壁にうなだれたのは2016年の猛暑。明るいだけで違って見えた部屋みたいな10年前の春。蛍光灯で踊る公民館のドアの前で叩く。無音大会開催。生まれた時から無音大会開催されていて、でもどうしても動いちゃった。動くたびに音が出ちゃった。だから好きな音を探し始めちゃったら、こんなになっちゃった。好きな音を探し始めたら、それが踊りで、好きに踊り始めちゃったら、こんなになっちゃって。蛍光灯で踊るその姿が、まるで見たこともない椅子に恋をしました。その輝き一番綺麗だから口説き始めます。見つめること
返しようとすることは愛でした。パイプ椅子に恋をしたなら見つめること、理解しようとすることが愛でした。理解しようとしたときに知らないものを見つめたならば、知らないものに従うだけだ。受け入れて従うだけ、受け入れて従うだけ、受け入れて従うだけ。従うってなんだ。一緒に遊んだり踊ったり、感じるままに、感じることに逆らわずに、知らないものが見たくて退屈したくなかったけど、こんなとんでもないもの見に来るはずじゃなかったって後悔したい。
踊りの中には一生忘れられないような25年間みたいな数十分が具現可能で、それは予定されていないからという無限をはらむから勝手にそれができるみたいな。